フェニルアラニンヒドロキシラーゼフェニルアラニンヒドロキシラーゼは、フェニルアラニンの方向間に、ヒドロキシル元を深させチロシンを合成する酵素である。別名、フェニルアラニン4、モノオキシゲナーゼ、フェニルアラニナーゼ、フェニルアラニン4ヒドロキシラーゼ。フェニルアラニンヒドロキシラーゼは、過剰なフェニルアラニンを変換する代謝経路の、立足酵素である。酵素反応における、 他の気質は酸素とテトラヒドロビオプテリンである。テトラヒドロビオプテリンはプテリジンのような酸化還元性化学因子として知られる。突然変異によるフェニルアラニンヒドロキシラーゼの活性低下はフェニルケトン尿症の原因となる。フェニルアラニンヒドロキシラーゼは次の2種の酵素と密接に関係している。3種の酵素は相動であり。 同じ古代ヒドロキシラーゼから進化したと考えられている。フェニルアラニンヒドロキシラーゼは4個のサブユニットからなる4両体化合物であるが4個のサブユニットは全て同じものである。それぞれのサブユニットは調節ドメイン、触媒ドメイン、そして4両体化ドメインの3個のドメインで構成されている。フェニルアラニンヒドロキシラーゼは触媒活性に必要なサブユニットごとに 鉄原子が1個ずつ含まれている。ありがとうございます。